広沢菊春は、老曲の名跡。広沢菊春本名は、佐々木善三郎。初代、広沢虎吉の流れを汲む初代広沢菊郎の門下。京都生まれで、幼少の頃より音楽を好み、長平助退後、1910年24歳の冬、広沢国丸の終戦にて、初代広沢菊郎に入門。府は、初代教山荘園の長所を取り、会話は、 死の呼吸を学んだ。1911年新内となり、独立死座長となり、関西で宮川松安と共に人気者となる。二代目吉田奈良丸の後を追って、劇場を立ち回り、北海道巡業から帰還し、道頓堀弁天座において8日間大入り満員神戸総称座に出演中、伏見宮、出羽重東の午前公演の栄えを賜る。中国。 万戦まで巡業。1917年大阪で初めて渡米した老極人である。浅草国技館では10日間、あずまやと割り看板で興行するほど活躍。桜義民殿、一級義士殿が得意であった。鳥取県米子市で死去。行年65歳。墓所は京都市北区の光年寺法号民間全達全城門倉ら妻は、 曲子の広沢琴美、実の子に二代目、菊春、天竜三郎がいる。二代目、広沢菊春大阪府出身。本名、佐々木勇。落語老曲で売った記載。老曲協会には所属せず、落語芸術協会所属。出林は、正丹屋。初代の息子。実定に、天竜三郎がいる。15歳で、ふらふら死で有名だった。 岡本玉寺に入門。17歳で上京し3代目、早川燕平の門下になる。帰還七父の門下になり広沢小菊春、さらに梅中県鶯ぐいすわらべの門下で、言動を経て2代目、広沢菊春を襲名。その後本格的に東京で活動を始める。吉本工業に所属。従来の老曲とは一線を画す舞台を展開。出林に乗って、 座布団の上に正座し老曲を落語風にアレンジしたり、落語を老曲風にアレンジしたりと新しいことに挑戦した。他にも、新作老曲にも手掛けている。筆名は、池上勇。陰頭岩のため溶接。得意演目には、佐神五郎、佐々木小次郎、姿、三四郎等。ありがとうございます。